私は自分の意思でこの島に来ました。何が真実なのかをこの目で見るために。安心したまえ。君が心配するような使い方はしない。そんなくだらんことにあの薬を使うつもりはないのだ。私はあれを生きるために使う。
階のすべての窓と勝手口が閉鎖されました。正面玄関には見張りの者が常駐してますので、よほどのことがない限り外へ出ない方がいいと思います。そうです。彼らがもし誰かの意思で動いているのだとしたら、彼ら自身に思考能力はありませんから。あの廃墟の町で眠り続けるだけの全く無害な存在だったはずなのに。私も断片的な情報しか手に入れていません。それでよろしければお話ししますが、はい、でもその前に朝食にしませんか？こんな状況だからこそ、ドクターにはきちんとした朝食をいただいてほしいんです。はい、では少々お待ちください。クリスは来てるのか？廊下で話そう。一つだけ答えてほしい。これだ。君が弾を避ければ後ろにいるクリスに当たり、好きにするという。あまり感心できないな。もし本当に彼女が後ろにいて君が撃たれて死んだら、狙撃者は次にゆっくりと彼女を殺せばいいだけのことだ。だがこれは結果だ。君は今私に狙われ、避けるか避けないかだけを考えた。そうなんだろう。私の言葉で誘導され、君はとっさにその二つしか考えられなかった。選択肢は思った以上に多くある。どんな時でもそれを忘れぬことだ。
い。ええ、食料品の問題が起きますね。大丈夫ですよ。保存食も用意してあります。あとは缶詰類に。私もそう思います。ガードの人たちも殺気立ってますし。ドクター、この食事の後地下のワイン蔵でお会いできないでしょうか。はい、もしかするとあの墓地に現れた人たちのことをうまく説明できるかもしれません。私と一緒に調べてほしい場所があるのです。はい、おそらく。多分そうおっしゃると思ってました。本当に捕まったらどうなるか分かりませんよ。あら、私は危なくなったら逃げますけど。冗談です。メイドは決して主人を見捨てたりしません。自分でも意外ですけど、私いつの頃からか想像以上にあなたを頼りに思ってたみたいです。ご主人様、私先にワイン蔵で待ってますから。失礼します。入るのを誰かに見られてませんか。あまり時間をかけると危険です。早く行きましょう。ここです。あなたの前任のドクターが隠し持っていたものです。おそらくこれがエレベーターの鍵かと。
あの人が屋敷からいなくなった後、診察室の整理をしている時に見つけました。その時の診察室はひどい状態でした。よほど慌ててたのか、それとももうどうでもいいと思ってたのか、書類や薬品がバラバラになって部屋中に。私が鍵を見つけたのは散らばった書類を片付けている時でした。鍵と一緒に数枚のポラロイド写真が閉じられていて、そこに写ってたのが全く見覚えのない部屋だったからです。念のために確認しましたが、写真の日付は全てあの人の在任中のものでした。つまりその写真は明らかにこの屋敷のどこかで撮影されたものだったのです。間違いないと思います。でも分かりません。まだ私もこれに乗るのは初めてですから。私が誰も知らない場所で死んだら、祈りを捧げてくれるものもない。一人では勇気が出ませんでした。ここです。写真に写っていたのは、あと映写機の置いてある部屋もあるはずです。はい、すみません、全部回収されてしまったので、手元に残しておけたのは鍵だけで。ドイツ語で書かれた資料数点とスクリーンに映ったスライドの映像でした。それだけは英語だったので私にも読めたんです。あの墓地で現れた人たちの、専門用語が多くて私には概要しか分かりませんでした。でもドクターならきっと、写真がここで写されたものなら元になったスライドもここのどこかにあるはずです。
ドクター、すみません、これを見てください。ともかくこっちへ。ドクター、この開発番号が見えますか？これが私の探していた新薬、細胞性免疫抑制剤です。開発番号名の JM はジェファーソン・マクレインの略。私が幼い頃、故郷の地で別れた兄の名前なんです。もう顔も覚えてない人ですけど、私たち一家の住んでたアパートがプロテスタントのテロで爆破された時、兄は命がけで崩れかけた建物から私を救い出してくれたと父に聞きました。でも私は全然覚えてなくて、きっとあまりに怖かったからその時のこと忘れてしまったんでしょうね。だけどただ一つ、細くて小さくてゴツゴツした、それでいて優しい腕にしっかりと抱きしめられた記憶だけが今も残っているんです。震えと怯えとどうにもできない死の淵の孤独、そのすべてを真冬の暖炉のように温め癒してくれたあの時のぬくもりだけが私にとっての兄の記憶なんです。この薬がもし計画通りに完成していたら、臓器移植での全ての拒絶反応を無条件で抑える画期的な救いの薬となるはずでした。だからこそ私は父に頼んでこの薬に兄の名を。私たち一家がニューヨークの親類を頼って移住した時、兄だけはどうしても北アイルランドに残ると言って、父が止めるのも聞かず失踪してしまったそうです。きっと今頃は共和国軍の兵士になっているんじゃないでしょうか。身寄りのない子供が行く場所はそこしかありませんから。でもドクター、そんな深刻な顔をなさらないでください。昔の話です。そろそろ戻りましょう。このアンプルが手に入れば私の目的は 80% 達しました。この薬による殺人が行われた時、これを証拠として告発します。会長は私自身の力で薬を取り返すなら全てを認めると契約しました。約束ではなく契約です。それに私にはそれを信じるしかないのです。そうですね、お願いします。あれは、逃げましょうドクター。
お待ちなさい。こんな場所で何をなさってるのですか。無駄ですよ、ドクター少々特殊なハーブを17種類ほどブレンドした香りです。かつてブルターニュに住むドルイド層の用いた古い香薬ですが、どうです、なかなかの効き目でしょう。では、そのように。